こんにちは、おみやです。今日は鹿沼にある復興食堂さん、こちらに行きたいと思います。さあ、お店の外観はこういった感じになります。お店の前とお店の横に駐車場があり、リサイクルショップ飛行船さんがやっているお店で、東北震災後の復興支援活動に力を入れていて、東北直送の魚介類と自家農園の野菜が楽しめるお店です。さあ、店内に入り、店内はこういった感じになっています。広々としていて、カウンター席もあります。さあ、メニューなんですけれども、ホタテの浜焼きに生牡蠣、戻りガツオ、まあ、そしてお酒なんかがありまして、まあ、サラダに牡蠣ラーメン、まあ、フライ系に海鮮丼、どれも美味しそうでちょっと悩んじゃいますね。さあ、私は店員さんおすすめの海鮮丼、大盛りが無料ということで大盛りにしました。さあ、そして生牡蠣を2粒、ホタテの浜焼きを1つ注文いたしました。さあ、そしてね、店員さんに言われてきたんですけれども、ちょっとね、野菜の天ぷら、自家農園野菜の天ぷらが無料で食べ放題ってことでね、まあ、早速塩をかけて持ってまいりました。しかし、その前に生牡蠣が到着。うわー、すっごく美味しそうですね。うわ、これ、うわー、早く食べたいな。いただきます。さあ、もうこれプリプリっすよ、プリプリ。あー、もうこれ濃厚で、でもさっぱりしててね、ちょっとミルキーですね。もうペコちゃんも納得のミルキーさですね、これ。いや、美味しい、ほんと最高ですね、これ。いやー、でもほんとこれ何粒でも食べたいですね。さあ、そしてやってまいりました、海鮮丼。マグロにホタテにエビ、ブリ、イクラ、あ、そしてあら汁先生に、あ、で、天ぷらをね、持ってきた天ぷらを、いやー、甘くて美味しいですね。さあ、そしてまずマグロから。うわー、もうこれがね、新鮮でね、美味しいです。そして卵焼きも甘くて美味しい。さあ、わさび醤油をね、もうこれ全体にかけまして、さあ、生ホタテさんを、もうね、プリプリプリで甘くて美味しいですね。もうね、ブリもね、本当に新鮮で美味しいです。でね、このイクラもね、濃厚で本当にね、たまんないですね。もうイクラちゃんも言ってますよ、うむうまいって。さあ、そしてあら汁先生ですけども、あ、もうこれがね、もうとろける美味しさで、で、そして出汁もね、しっかり効いてて大変美味しいです。さあ、そしてこの天ぷらなんですけれども、本当に甘くて美味しいですね。このそしてね、塩がね、本当に甘さを引き立ててくれて、これが無料っていうのがもう本当に信じられませんね。さあ、そしてやってまいりました、ホタテの浜焼き。いや、でかいですね、これ。でね、大きいのでね、ハサミで切って、さあ、いただきます。いや、もうこれね、プリッ
ぷりでね、噛めば噛むほど旨味と甘みが広がってね、もうとても美味しいです。でね、このわかめもね、磯の香りがすごくしてね、とても美味しいです。もう磯の香りちゃん状態です。でね、店員さんが笑顔でハキハキとして気持ちのいい接客をしてくれますね。でね、大盛り無料なんですけども、本当にね、これね、たくさん入っていてびっくりですね。さあ、そしてこのエビなんですけれどもね、もうプリップリでね、この味噌も美味しいんですよ。これたまんないですね。さあ、最後に残しておいたこのホタテの浜焼き、これ本当に美味しいですね。いや、でもね、おはるさんがいないところで贅沢しちゃってでね、もうこれ何食べても濃厚で濃くてね、もう阿部寛さんぐらい濃くてね、でも店員さんも温かくて、また来たくなる、帰ってきたくなりますね。もうあったかハイム状態です。はい、完食です。ごちそうさまでした。さあ、そして帰る時にですね、これはお店の方が無料でチンゲンサイをくれてね、いや本当に素晴らしいお店ですね。はい、というわけで復興食堂さん、いやーね、もう本当に美味しい海のものとお野菜、最後にね、お野菜までいただいちゃって、でね、天ぷらも無料でね、本当に満足しています。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。